はい、こんにちは。タラリンチャンネルです。ハーフウォレットね、これ、第4弾紹介したいと思います。バイカーズウォレットですね。右のフラップから止めれるようなものにしてます。特徴ですね、紹介したいと思います。まずね、フルカービング。デザイン1から立ち上げてますので、同じデザインっていうのはね、作ってる人はいないと思いますので、これ、自分、タンリンチャンネルオリジナルのウォレットの絵柄になります。こういう感じですね。シリタンスタイルになります。結構一個一個ね、こだわって、しっかりとカービングしています。で、全体的にはこういう感じですね。で、裏側紹介したいと思います。カード入れですね。1、2、3、4枚。ここですね。4枚と2枚。で、6枚。プラス、コインケースの裏に1枚入れれるように、9.5センチの幅ですね。作ってます。ちょっと見づらくてすいません。こういう感じですね。この間です。ここのちょうど札入れと小銭入れの間に1枚入れるように工夫してます。で、フラップの裏からね、1枚カードケース合わせて、こういう形でね、1枚もので作ってますので、ここね、切れてるっていうことがなくて、かなり高級感のある厚みのある仕上がりに仕立てています。こういう感じですね。で、札入れなんですけど、これも特徴があって、今までのとまた違って変わった作りになってます。2つ入れるところがあります。ここの指の上下ですね。で、特に万件とかね、ドル札も入れれるぐらい幅広いので、20×20 センチのウォレットなので、レシートやね、ちょっとした折った紙なども収納できて、非常に大容量のロングウォレットになると思います。はい、内側全体感こんな感じです。で、外側もこんな感じですね。周りもこの部分の枠もね、あえてちょっと高級感を持たせるために作ってますので、いい感じで仕上がってると思います。はい、ロングウォレットですね。こういう感じです。かなり高級感のある仕上がりになっていると思います。ご視聴ありがとうございました。